ちょっと干渉！このタイミングで電話鳴らさないでよ！びっくりしたじゃない！心臓が跳ねすぎておっぱいがこぼれちゃうかと思いました。こんなドッキリはずるいですよ。あんたもこんなところ取るんじゃないわよ。待ってってば。めいちゃん、機械に怒っても通じないよ。にゃっ、 だから取るんじゃないって言ってるでしょ。せっかくの記念なんだから、ちゃんとした写真が欲しいの！聞いてる？だから、めいちゃん、機械相手に言っても。にゃー！だからちょっと待ってってば、もう！もう、まともに撮れてるの一枚もないじゃない。せっかくの初デート記念だったのに。でも私はどれも好きだよ。なんか私たちっぽくっていいじゃない。いいの、これで。初めてみんなで撮ったっていうのが大事だし。それにシナモンの言う通り、これも楽しそうでいいかなって。私にもちょうだいね。ええ、帰ってから切り分けましょう。ええ、お願い。はーい、行きましょう、行きましょう。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ありがとう。ちゃんと練習するから。翔さんは時間大丈夫なんですか？
って言われても。行きたいところっていうか、その時間まだあるなら、そのせっかく歌唱がこういう時間作ってくれたわけだし、その行きたいところはあるんだけど、もうちょっと付き合ってくれる？恋猫としてお願い。素直通り越して強引だね。いいの、だって私のわがままなんだから。じゃあこっち来てくれる？ラブホテルの部屋ってこんな風になってるんですね。なんかいかにもって感じでエロいわね。そういうことをするための場所だしね。飼い猫なんだから別におかしいことじゃないでしょ。カショウさんのお家じゃショコラちゃんやバニラちゃんにバレちゃうかもですしね。バレても何かあるわけじゃないけどね。私だって子犬子なんだから、私だって歌唱に甘えたいって思うのは当たり前でしょ。あのめいちゃんがここまでしてるんですよ。恋人としていじらしいとか可愛いとか思わないんですか？
その返事だけで十分よ。そうですね。今日は私たちが知ってあげますから。はあ、初デートの上にあんなに濃厚なエッチまでしてもらっちゃいました。ほんと死んじゃうかと思ったわよ、もう。あ、ダメ、まだ足に力入らないわ。私、前まではさ、恋だとか好きだとか恋愛とか、そんなのダサいことだとばっかり思い込んでたけど、でもね、好きな人ができて初めてわかったわ、それがどんなに幸せなことかって。私、つまんない嫉妬なんかやめる。素直にはなろうと思うけど、でも周りを羨むのはやめるわ。めいちゃん。その代わり、歌唱が私にベタ惚れしちゃうくらい、私が魅力的になってみせるから。そうやって生きていこうってそう思ったわ。それでこそめいちゃんだね。恋猫としてはライバルだけど、親友として応援しちゃうよ。私のこと、そんな安い猫だと思わないでよね。めいちゃんらしいね。そうね、歌唱は私たちの恋人なんだから。もっともっとかっこよくなってもらわないとですね。
じゃあ帰りましょうか。エスコートお願いしますね。さあ、みんな寄って。もっと体を寄せるのですよ。はい、あずき、シナモン。もっとしっかり兄様にくっつく。他の猫たちも恋猫らしく兄様を囲むように。なんなら溶けて一体化するくらい抱きついてもいいのですよ。何をおっしゃいますか兄様、時計をご覧くださいませ。あと5分、あと5分もありますから心配はご無用です。なんならちょっとくらい回転を遅らせればいいのです。いくら兄様とはいえ、このような晴れの日に野暮なことは言うものではありませんよ。もう言うこと聞いて、とっとと終わらせた方がいいぞ。同感。ああなったしぐれは誰にも止められないし。はい、シャッター押した。押しましたよ。みんな、前にあるカメラ見て。見るのですよ。はい、笑って。恋猫らしく、甘々でとろけた笑顔で。そう、いいですわよ。みんないい感じですわよ。念のため、もう2、3枚続けてきますからね。改めて見ると、なんて贅沢なハーレム。マジでご主人、エロパティシエすぎじゃないかな。お兄ちゃんはかっこいいから仕方ないね。僕はみんな仲良しで嬉しいけど。おい、プルメ。お得意の決め顔はどうしたよ。もしかして一丁前に照れてんのか。キキキ。るっさいわね。こうなっちゃった以上は仕方ないでしょ。惚れた事実を認めないのもカッコ悪いだけだしね。アズニャンだって同じ恋猫なんだから喧嘩しないの。みんな同じ人を好きになっちゃったんだから仕方ないね。兄様、どうですか、このしぐれによる猫ハーレムの王となった感想は。
主人様。ご主人様に恋猫がいっぱいでもショコラの愛は変わりませんからね。まあ私も頑張って務めを果たす。なんかこうそこそこいい感じに。お兄ちゃん、僕だってお兄ちゃんのこと大好きだからね。まあこういうのは惚れた方の負けってな。私もうまくやってくからいろいろと頼むわ。私は箇所をベタ惚れさせるって決めたし。私はほどほどに可愛がってもらえれば。長年待ち焦がれた私の娘たちによる兄様のハーレム。まさかこんな待望が叶う日が本当に来るとは。人生本当に何があるか分かりませんね、兄様。これはもしかしたらまだ私にもワンチャンあるかもですよ、ワンチャン。